感動ですけど。今日はお願いします。はい、わかりました。私が積みます。積むものはありません。え、コミットあるでしょ。 10体ある。出発前にお弁当を少し食べます。肉弁当、卵入ってるじゃん。卵食べる。これにご飯分けて、はい、そんなのいらない。すごい食べるな。女かと思っちゃったじゃん。まったく、気をつけて。気をつけんのはお前だろって。本当、左へ曲がります。二軸無理なんだけど、ほら意味がわからない。女優よ。私？小豚の。え？小豚の女優。黙る。あ、またピンクの葉っぱ咲いてる。これ何なんだろうね、白とピンク。毎年なんか咲くよね。黄緑いるよ。いや、もっとね、もっと黄緑ヘルメットが。コープのアイスゲット。はい、浜中コープのアイス有名だよ。いいよ、いけます。どう？いや、あの、食べたことないんだけど。めっちゃ濃いわ、美味しい。いただきます。うん、濃い。え、牛乳じゃん。これは遠くから来る理由がわかる。え、これ、うん、最近？うん、結構毎年さ、夏の間だけやっててさ、うん、うまいわ。ね、うん、これは美味しいね。
浜中コープのアイスね。04だって。40じゃない。04なのかな。40なの。40か。違う。ね。焼きそばゲット。なんかね、たこ焼きみたいなやつ、ドラゴン焼きってでっかいたこ焼きかな。ダブダン焼き。みたいな感じなのかな。あ、ここの公園はね、ニーと遊びに来た。マジ？連れてきてくれたニー。ちょっと弟そこでアイロネット着て。ヤノは2に公園連れてきてもらった。え、でもあんなのなかったけど。なんか新しくなってない公園。なんか焼きそばがめっちゃいい匂いするんだけど。食べたい。いや、ラーメン屋さんだけど。ラーメン屋さん？うん。はい、次は浜中町に向かいます。浜中町、でも浜中町ってさ、町内も浜中だよね。浜中町、浜中ってことかな。なんだっけ、なんかある。桜なんてなんだっけ。あんの？コープの前でやってるキッチンカーでゲットしました。ツルツルやつとか。え、すごいよ。肉でか。肉でか。え、すごいよ。だって肉でかい。ちっちゃいお肉あった。いただきます。しない？お肉も食べて。うん。ね、美味しいよね。変わった匂いしない？美味しそうな匂いするよね、なんか。うん、美味しい。ね。肉美味しいわ。ね、お肉美味しいよね。うめ、ん、うめ、二人で乗ってたらさ、お金かかるね。うん。なんか旅行気分になってさ、すぐ買っちゃうよね。うん。どうしたらいい？破産するかな、一緒に乗ったら。するかもしれない。ごちそうさまでした。はい。なんかチンしたのと何も変わんないね。変わる？うん。お米多すぎない？うん。焼きそばでお腹いっぱいだね。食べなきゃだね。寒い。眠い。足ちびれた。線がないわ。お昼寝して完全に復活しました。
クズしないから。